ちは。2時になりましたので、軍拡やめろ、軍事費特措法案廃案、会見発議反対、辺野古新基地建設中止、命と暮らしを守れ、 2.19 国会議員会館前行動を始めていきたいと思います。まず主催者挨拶を、共同センターの小田川さんからお願いします。2月3月の19日行動は日曜日の開催となります。休日にもかかわらずお越しいただいた皆さんにまず感謝を申し上げたいと思います。ご紹介いただきました憲法共同センターの小田川から本日の主催者挨拶を行わせていただきます。皆さん、トルコとイラクの国境付近での大地震、多くの犠牲者被災者が出ています。心からの哀悼の意を申し上げたいと思いますが、同時に被害の甚大さに自然災害の破壊力、改めて思いを馳せるところです。地震や台風などの自然災害、止めることはできません。しかし被害を最小にするための準備は可能です。一方で戦争などの人災、努力の積み重ねでその発生を止めること可能です。人類が学んできた道理ではないでしょうか。通常国会召集からの一月余り、この間岸田首相などが国会で答弁する内容、対応を見ていて、今その道理が通らない理不尽さ、強く覚えます。先日政府は原発の運転期間を建設後60年以上も可能とする新たな制度案決定いたしました。国会の答弁では新しい科学的な知見、60年以上稼働させても安全性に問題はないという科学的な実証に基づく延長ではないと言っています。この決定直後に原子力メーカーが技術者の新規採用を発表した、報道されました。誰のための規制緩和か明白ではないでしょうか。福島原発事故は事故は起きない、原発は動かせば動かすほど安くつくといういわゆる安全神話が起こしたものではなかったのでしょうか。やってみないと、この原発の延長問題は原発利益共同体の求めに応じてエネルギー価格の高騰を口実に進めたのでは、国民の安全安心を第一に置くべき政治の責任、果たせるはずがないではありませんか。今国会の最大の争点、敵基地攻撃能力、他国攻撃可能なミサイルなどの武器を大量に保有する大軍拡でも、政府はまともな説明一つもしていません。来年度の軍事費で巡航ミサイルトマホークの購入費用2113億円が計上されていますが、一体何発買うのか、どこに配備するのか、一切答えようとしていません。青森県などにミサイル保管のための弾薬庫建設の報道が行われましたけれども、政府から場所など一切明らかにされていません。軍事に関することは予算の積算根拠すら国会に示さないのです。それで43兆円もの税金の使い道を説明していると言えるのでしょうか。私は言えないと思います。自衛隊はいつから戦前の軍隊のように国会の統制から外されたのでしょうか。民主主義や立憲主義という檻の外に自衛隊を出そうとしている、それが今の政府の動きの一つではないでしょうか。新しい戦前とはこういった点も言うのだと思います。説明もせずに戦争への道を暴走するな、平和を壊す大軍拡をやめろ、この声もっともっと大きくし強めていかなければいけません。お互いに力を合わせようではありませんか。先日酪農家の悲痛な叫びお聞きをいたしました。牛乳がだぶついて売れずに絞ったものを廃棄をする、子牛は虐殺をする、現状を涙ながらに訴えていらっしゃいました。生産が過剰になったから廃棄をしているのではありません。
外国から脱脂粉乳などの乳製品を約13万トンも買い入れているからです。減産を強制する政府は国内の酪農を潰そうとしているとしか思えません。それで食の安全保障を守れるのでしょうか。日本の食料自給率 38%、 胃袋の6割は海外に依存しています。お金さえあれば食料はいつでも手に入る、そんな世界情勢では今ありません。エネルギーも同様です。大転換だとか選択の時と言われますけれども、転換の方向は軍事と経済成長の道だけではないと思います。平和と庶民の暮らし第一の道、暮らしの安全保障を選択する、それもできるはずだし、させなければならないのではないでしょうか。だからこそ私たちは今事実を知り、そして意見を口にし、納得できないことに行動を起こす、その権利と責任を果たせなければならないと思います。皆さん、まもなく衆議院での予算審議の最終局面を迎えます。仮に予算が強行されたとしても私は諦めません。皆さんもそうだと思います。異議を申し立て、立憲野党の院内での政府追及を後押しし続け、その決意改めてお互いに固め合いましょう。そのことを訴えて主催者の挨拶とします。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、政党からのご挨拶をいただきたいと思います。到着順にご紹介します。社会民主党参議院議員の福島瑞穂さん、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。今日日曜日お休みの日にわざわざ国会の衆議院のこの会館前に来られた方もたくさんいらっしゃると思います。改めて一緒に声を上げて戦争を止めよう、そのことを誓い合おうではありませんか。心から連帯のご挨拶を差し上げます。安保三文書、戦争のできる国、いや戦争をする国、それをはっきりと打ち出しています。皆さんどうですか。安保三文書が作る未来ではなくて、これを撤回させ、平和の未来を一緒に作っていこうではありませんか。今衆議院の予算委員会で予算案が審議中です。異次元の予算案です。防衛予算6兆8000億円、防衛力強化資金、これが3兆円以上計上されています。合わせると10兆円を超します。チャリンチャリンチャリン、これは何なのか。まさに5年間で43兆円の防衛予算を貯め込むための、これは貯金箱です。貯金箱として今年の予算の中に今年の分、来年の分、その次の分、少しずつ貯めていく防衛強化資金が本予算の中に入っています。戦前の軍事特別会計ではありません。でも皆さん、こんなのおかしくないですか。なんで未来の軍事予算のために貯金していくんですか。予算の単年度主義にも全く反するじゃないですか。軍事以外に使わない、防衛予算以外に使わない、こんな予算貯金箱を予算案の中に作ることに反対していこうではありませんか。社会保障費も、そして教育予算もちょび微増です。食料安定のための予算、中小企業の対策の予算減っています。おかしいじゃないですか。なんで防衛予算だけ底抜け聖域化で、単年度主義も踏みにじって、今予算案10兆円以上入ってるんですよ。こんな予算案絶対に認めるわけにはいきません。皆さんどうですか。そして敵基地攻撃能力の保有、集団的自衛権の行使、米軍と一体となってやれば、まさにアメリカが日本に指示をすれば、日本が先制攻撃をすることになるじゃないですか。日本は攻められてないんです。
集団的自衛権の行使で存立危機事態と言われれば攻撃をする、そのことを政府は認めています。皆さん、戦争しない、戦争させない、このアメリカと日本政府の勝手に作ったデタラメのシナリオを私たちは壊していこうではありませんか。違う未来を一緒に作っていこうではありませんか。そして皆さん、今国会にこれから入管法の改悪法案、そして学術会議潰し法案など出る予定です。そして今すでに防衛力確保法案と防衛強化法案2つが残念ながら閣議決定をしています。防衛力強化法案どうでしょうか。外国が製品の仕様の変更を言ってきたら、そのためのかかるお金を補助する、さまざまな形で軍需産業を応援する、それでもその軍事工場が経営的に成り立たなければ、なんと国有化をするというものです。建物、土地、そして工場の施設、国有化ですよ。私たちの税金でなんで軍事工場をやるんですか。国有の軍事工場など許してはなりません。皆さんどうですか。そんなんだったら過疎地で本当に苦しんでいる病院の国有化こそすべきではないでしょうか。民間企業の国有化やったことがないんです。第1号が軍事工場、国有軍事工場の存在など平和国家の日本に最もふさわしくないものだと思います。だからこの2つの法案、何としても廃案にしていきましょう。皆さん、グリーントランスフォーメーションならぬ原発トランスフォーメーション、勝手にこの間参議院でリプレイスも新規建設も言ってないんですよ、岸田氏を。なんで勝手に国民にも説明せずに原発推進閣議決定なんですか。しかも原子力規制委員会が決定しない前に勝手に原発推進を決める、これだっておかしいですよ。皆さん、あの原発事故の後2012年に全会一致で、てかみんなで法案を作り、原則40年、そして1回だけ延長する、そんな法案が国会で成立しました。運転期間は安全規制だとはっきり細野豪志大臣答えています。にもかかわらず今回60年までできる、そして動かしてなかった期間や審査期間や裁判で止められた期間は上乗せできるというものです。おかしいですよ、おかしいですよ。私たちだって夜寝てる間順調に劣化するじゃないですか。順調に加齢してますよ。なんで休んだ時間その運転期間に積み増しできるなんて、そんなのおかしいですよ。全く非科学的です。今まで原子炉等規制法で原子力規制委員会がチェックしていた、それを電気事業法に削除して電気事業法に持ってきて、なんと経済産業省が決める、40年経った原発を経済産業省が判断する、そんなのゴーサイン出すに決まってるじゃないですか。安全規制はどこに行ったのか。推進と規制は別立てでなければなりません。こんなことをやっていたら近未来に原発事故が起きてしまいます。スズメの戸締まりならぬみさほの戸締まり、全国の原発これ廃炉に向けて一緒にやっていきましょう。脱原発で戦争させない、命を守る、そんな政治を皆さんたちと一緒に作っていきます。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて共産党の参議院議員山添拓さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。日本共産党参議院議員の山添拓です。19日の行動にご参加の皆さんに敬意を表し、全体のご挨拶をさせていただきます。通常国会が始まって約1月が経ちます。岸田政権がやっていることは、なんというか異次元の大暴走というしかないんじゃないかと思うんです。今お話のあった原発の問題、運転期間の
原則40年というルールを延長させる、それを規制委員会に結論を急がせたのではないか、こういうことが問題になっています。政府から独立し科学に基づいて基準を作り審査をするべき規制委員会の判断を法案の提出時期とそれに合わせるために急がせたのだとすれば、福島第一原発事故の教訓を忘れて政治が結論ありきで多数決で決めさせる、こういう方向に進んだのだとすれば、これはやっぱり許すわけにはいかないんじゃないでしょうか。日本学術会議の問題では第三者が会員選考に関与する仕組み、今国会に法案を提出するといいます。菅首相が会員選考に介入したその問題についての検証もなければ反省もなく、菅首相がやったことを制度的に裏付けていくなら言語道断ではありませんか。そして大軍拡の暴走が止まりません。私はこの通常国会の議論の論戦を見ていて感じることが2つあります。一つは専守防衛をはじめ、これまで政府が曲がりなりにも理屈として述べてきたもの、説明を完全に金繰りしてた、そういう印象があるということです。もはや説明にならない。岸田首相は口を開けば国民の生命財産を守るためだ、憲法国際法の範囲内でやる、専守防衛に徹する、口先ばっかりじゃありませんか。中身は全然ありません。そしてもう一つは、現実に危険が懸念される問題についてひた隠しに隠しているということです。 IAMD 統合防空ミサイル防衛という、今アメリカが世界中で同盟国と進めている敵基地攻撃能力とミサイル迎撃とを組み合わせる、こういうあり方、日米が一体に融合しシームレスに対応できるようにする、こういうことを米側でも示していますが、こういう問題を指摘したときに国会の中の自民党席はまた何を大げさなことを言ってるんだと嘲笑うような、そういう雰囲気なんですよね。具体的に懸念される集団的自衛権の行使によって日本が戦争に巻き込まれるような、その事態を指摘しても同じように印象操作だと言ったり、とにかくそんな危険はないのだ、これは日本を守るためなんだ、そういう態度が繰り返し示されているように思います。危険な道に踏み出させることは許しちゃいけないんじゃないでしょうか。私は先日沖縄の宮古島に行ってきました。陸上自衛隊のミサイル部隊が新たに作られ、航空自衛隊のレーダー基地が並んで、軍事利用しないという約束だった下地島空港は米軍も自衛隊も利用することを狙っています。島全体が要塞化するようだとお話も聞きました。軍隊は住民を守ることはない、その沖縄戦の強くの経験のある地にまた戦争の危険をもたらすことは、これは絶対に許しちゃいけないんじゃないでしょうか。北朝鮮が弾道ミサイルらしきものを発射したことが報じられています。国連安保理決議に反する暴挙は断固抗議をします。だからこそエスカレートさせないために外交的な対応が必要じゃないでしょうか。中国からと思われる気球の問題、メディアでも連日報じられています。自衛隊法の解釈変更で撃墜できるようにするといいます。しかしこういう問題だからこそ領空侵犯許されない、その立場をはっきりさせて外交的に解決をしていく、その立場に立つことが一番必要なんじゃないでしょうか。軍事で対抗する、米中の対立を煽って軍事の問題には軍事でしか対抗できないように煽っていく、こういうやり方を許しちゃいけないと思います。今求められていることは、大軍拡をやめさせるために多くの人が声を上げ事実を突きつけ、そして政治を動かしていく、その連帯を広げることだと思います。この通常国会でも
市民と野党の共闘を強くしていくことができるように、お集まりの皆さんとも力を合わせて頑張る決意です。どうか皆さん引き続きご一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。立憲民主党からはメッセージが届いておりますので代読させていただきます。2.19 国会議員会館前行動にご参集のすべての皆様に対し、立憲民主党を代表して全体の挨拶メッセージをお送りします。本来ならばこの場に駆けつけてご挨拶をしたかったのですが、本日は立憲民主党の党大会当日であり、メッセージとさせていただくことをお許しください。さて、新型コロナウイルスの感染症の拡大から約3年の年月が経過しようとしております。この間、多くの方々の命と健康が奪われるとともに、社会のさまざまな分野において多大な混乱が生じました。また昨今のウクライナ情勢や急激な為替変動に伴う物価高、資源原材料費の高騰などが我が国の社会経済にも深刻な影響を及ぼし、格差と分断が拡大しています。このような状況に対し、岸田政権は無策であるばかりか、国民的合意もないまま安保政策の大転換を図ろうとしており、その暴走ぶりは目を覆うばかりです。私たち立憲民主党は平和憲法に基づいて誰もが安心安全に働くことができる環境を整え、命と暮らしを最優先にする政治、支え合い分かち合う平和な社会を実現を目指し、皆様と共に全力を挙げてまいる所存です。最後になりましたが、集会にご参集の皆様のご健勝とご活力をお祈りし、立憲民主党を代表してのメッセージとさせていただきます。2月19日立憲民主党企業団体、交流委員会顧問、衆議院議員の近藤昭一さんからのメッセージでした。そして沖縄の風からもメッセージが届いておりますので、こちらも代読させていただきます。はい、さい、参議院会派、沖縄の風の伊波洋一です。沖縄の風は沖縄の未来と県民の尊厳、日本の民主主義を守ることを訴え、沖縄選出の高田議員と私で活動しています。岸田政権は LGBTQ 差別や原発回帰、国民負担増など問題だらけですが、特に文革大増税、安保第三文書は大問題です。岸田政権の文革増税三文書は、自衛隊が米軍戦略を補完し、まだ日本の領域が攻められていないうちに先手を取って、台湾を防衛する戦争に加わることを準備するものです。1月の2プラス2の共同発表には、日米施設の共同使用の拡大、空港及び港湾の柔軟な使用が書かれています。柔軟な使用と沖縄、中国の、攻撃目標の拡大はセットです。中でも、横浜の市街地に隣接する、横浜ノースドックに、小型揚陸艇部隊の配備が合意されたことは極めて象徴的です。米軍が分散し、日米の共同使用、民間使用利用が、施設利用が進むことによって、米軍や、自衛隊の基地になってしまう、だけではなく、全国の民間港湾、空港が、台湾有事での軍事目標となり、日本全土が占領となってしまいます。台湾有事は米軍にとっての、遠征先での制限戦争に過ぎませんが、日本にとっては沖縄南西諸島のみならず、全国の米軍基地、自衛隊基地、民間の空港、港湾とその周辺の市街地、つまり日本の国土そのものを戦場にするような、まさに国民の命をかけた全面戦争になります。与党の政治家の皆さんは、台湾有事になっても南西諸島沖縄周辺の制限戦争で収まるはずだと信じていますが、実際の戦争はそんな都合のいい良いものとはならないでしょう。戦後日本は米国に依存する中で、軍事的な矛盾は沖縄にしわ寄せをするという形で繁栄を享受してきました。日本は外交交渉を通じて韓国やフィリピンなど ASEAN 諸国、フランス、ドイツなど EU 諸国などとともに、アジア EU 諸国が連携して米中両国に対立を沈静化するよう働きかけていきましょう。
国会内外で徹底的な議論が求められています。ともに、軍拡増税、3文書に反対していきましょうというメッセージでした。こうした、国会内でのですね、戦いと私たち、結びついて必ず、軍拡改憲を止めていくという決意を込めて、今日お越しいただいた、野党の皆さんに拍手を送ってください。ありがとうございました。続いて市民の発言に移っていく前に、ですね、前にもちょっと申し上げたことがあるんですが、いつもですね、こうやって司会をやっているとこのステージの前を通るときにですね、申し訳なさそうにですね、腰をかがめて皆さん通っていかれるんですけれども、ぜひですね、それはやめて胸を張って通っていただきたいということをですね、再度申し上げていきたいと思っています。今私が喋っているこのマイクも、この音を流しているスピーカーも、ここに来ていらっしゃる皆さんの、カンパによってですね、支えられておりまして、皆さんがここにですね、集まっていただけない限り、もうこんな総がかりの行動なんていうのはですね、成立しないんですね。そういう物心両面からですね、皆さんに支えられた総がかり行動を、今、もう80何回、7回かな、になりますけれども、残念ながら、まあね、世の中が良くなったらこんなことしなくてもいいんだろうけれども、まだまだ私たちの活躍が、必要なんだというふうに思いますので、そのことをですね、再度確認して、ぜひ、この後ですね、スタッフが回ってですね、カンパを呼びかけますので、ぜひ答えていただければなというふうに思っております。それでは、市民の発言に移っていきたいと思います。今、通常国会が開かれていてですね、とりわけ衆議院、憲法審査会などの攻防が激しくなっています。こうしたですね、改憲に関する全体状況について、法律家6団体から大江翔子さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。改憲問題対策法律家6団体連絡会の大江です。立憲民主党の中川雅治野党筆頭幹事は2月7日予算審議中の憲法審査会の開催に応じられないと表明しました。拍手で応援したいと思います。これに対して早速維新の会は立憲民主党が出席しなくても毎週の定例日に審査会を開催すべきとか、立憲のサボり癖が出てきているとか批判をしています。維新は憲法改正の議論が妨害されることになれば協調関係を見直さざるを得ないと言っているそうです。上等ではありませんか。それはこちらのセリフです。言うまでもなく、立憲野党は日本維新の会のこのような子供騙しの脅しを恐れる必要は全くありません。今国会では国会議員の皆さんがいろいろ説明していただきました。予算審議の真っ最中です。しかも戦後の日本の体制を根本的に変えて戦争準備が進んでいる中で、野党が全力を挙げて集中すべきは予算審議であることは間違いありません。このままろくに議論もしないで憲法9条に違反する安保三文書改定路線を承認し、専守防衛の基本政策を変えていいのか、日本の国土を戦場にする日米軍事共同計画を黙認していいのか、アメリカの言いなりに5年で43兆円という馬鹿げた軍拡路線を進めていいのか、3.11 の教訓を何も生かさず、首相の鶴の一声で原発の稼働年数を延ばし、さらには新設増設、これを決めていいのか、まさに国家の存亡がかかる議題が目白押しです。国会議員の方々は国民の信託を受けて自らの政治生命をかけるつもりで国会での論戦に
望むべき時なのです。仮に予算審議の途中で自公やあるいは国民民主らが数の力で採決を強行し衆議院予算が通過したとしても国会は続きます。野党は追及し続けなければなりません。それは憲法審査会においてでも同じです。報道によると3月2日に衆議院憲法審査会初開催が予定されていると言われています。昨年の臨時国会で立憲民主党の中川雅治野党筆頭幹事は憲法審査会では新たに整備している憲法問題を捉え、あるいは現状の憲法違反を正す議論を行うべきと発言しました。全くその通りです。安保三文書改定、敵基地攻撃能力、学術会議問題、LGBTQ の人権などこれらの憲法に関わる、あるいは現に憲法に違反している問題を議論すべきです。また改憲手続き法の残された問題も喫緊のテーマです。防衛省がインフルエンサーを利用して軍拡戦争のための世論操作を図る研究に着手していることが明らかになっている中で、憲法改正の国民投票とインターネット規制の問題は避けては通れない問題です。自公など改憲推進派は緊急事態下の国会議員の任期延長改憲の議論をさらに進めると言っています。彼らは国会機能の維持のために議員任期延長の改憲が必要と口を揃えています。おためごかしにも程があります。おためごかしっていうのはいかにも相手のためを思っているかのように見せかけて実は自分本位であることを言います。国会機能の維持が必要であるのは今このように平時の場合も同様です。問題は内閣が自分に都合が悪い時に国会を開かない、与党多数派が短時間で委員会審議を打ち切り野党の質問に政府側が真摯に答えようとしない、この国会軽視、国民軽視の現状です。憲法に照らして国会の機能を取り戻すために憲法53条公団に基づき野党が召集を求めたとき内閣が必ず国会を召集すること、このような法案を作る、重要法案を10本20本まとめて内閣が提案するような悪弊を禁止する、あるいは審議時間を与野党で短くしたり議論が煮詰まっていないのに強行採決をするような悪弊を正す、このような議論こそ国会機能の意思を求めるために真剣に行うべきです。内閣の暴走により国会の機能を果たしていない現状の改革こそが喫緊の課題であり、国会機能の維持を理由に任期延長についての改憲のみを取り上げる衆議院憲法審査会改憲推進派の議論は根本的に間違っています。最後にアメリカの戦争に協力するためには現行の戦争法と3文書改定だけではまだ不十分です。自民党らが救助改憲、自衛隊明記の救助改憲をいずれ狙ってくることは明らかです。その時期はもしかしたら早いかもしれない。これまで以上に市民と野党と労働組合、そして法律家が団結して共闘して憲法審査会を監視し、このような動きに反対していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてですね、今あの軍拡反対の声が大きく広がっていますけれども、女性の皆さんの取り組みが、行われています。日本女医会の会長の前田佳子さん、よろしくお願いいたします。すいません、あのちょっと大きな横断幕を、皆様こんにちは、私は、公益社団法人日本女医会会長の前田佳子と申します。日本女医会は今年121年目を迎えた世界で一番歴史の長い女性医師の会です。私は1月から、軍拡より生活を合言葉に
平和を求め文革を許さない女たちの会としても活動しております。これがその、横断幕になります。チェンジオルグでも、署名をお願いしていまして、現在7万8000筆を超える署名をいただいております。もしまだの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、この後ですね、署名していただけたらと思います。2月8日にはここ衆議院第2会館の地下で記者会見をさせていただきました。各政党の代表の方に、7万その当時4000筆の、署名、そして署名をしてくださった方々の意見をお渡しさせていただきました。今日来てくださっていました、社民党そして共産党の方々もその意見を取り入れて、今後、いろんな活動に、取り入れていただけるというお返事もいただいております。岸田政権は安保3文書の改定に加え、5年間で43兆円の GDP 比 2% という防衛費の増額を打ち出しました。この大軍拡は憲法9条に違反しており、もはや安倍さんが目指していた改憲と何ら変わらない状況になっていると思います。今や改憲がなくても解釈のしようで中身を変えられる、そんな日本になってしまったのかと思うと悲しくて仕方がありません。そして怒りを感じずにはいられません。防衛費を増やすということはですね、私たちの大切な税金をそこに、注ぎ込むということになります。他の予算を減らして防衛費を減らすということになれば、私たちの医療にも関わる社会保障費も削られ、それ以外に教育、他の、予算も削られていくことが想像されます。今物価が上がり給料が上がらない、たくさんの人が苦しい思いをしているのに、この大事な税金を軍事に使うことはあってはなりません。ありがとうございます。そこで私たち平和を求め軍拡を許さない女たちの会としては、軍事費 GDP 比 2% を撤回すること、歯止めなき軍拡を進めることをやめ、女性、子ども、若者、社会的弱者の目線に立った政策を進めること、この2点を強く要望しております。皆様も軍拡より生活で連帯していきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございます。続いて、この岸田政権の中でですね、今また武器の輸出などの策動が強まっていますけれども、武器日本一というのがですね、千葉というか幕張で行われたりとかしているんですけれども、それに対する取り組みを進めていらっしゃる、ママの会千葉の、はい、小林さん、よろしくお願いいたします。もうちょっと左に来てくれ。あのセンターね。こんにちは。マイクを握ってスイッチ入れる、はい、こんにちは。今日はこのような場所で発言の機会をいただきありがとうございます。私たちは集団的自衛権を含む安保関連法が通ろうとしていた2015年から誰の子供も殺させないを合言葉に、戦争につながる全てのことに目を向け行動をしてきました。そう、アット千葉といって、千葉独自のママの会ですけれど、今もっか私たちが力を入れているのは、幕張メッセで行われようとしている DSEI ジャパンという武器の日本一に反対することです。それはもう千葉県の県営施設、幕張メッセで、県営施設を、こういう武器の日本一に貸し出しているのは千葉県だけです。とても恥ずべきことだと思います。今仲間がチラシを配っています。このようなチラシですけれど、もう来月の3月15日に DSEI ジャパンが計画されているので、
それに向けての外交儀行動をしようというチラシです。裏の方に詳しく図が載ってますので、もうとても分かりやすいと思いますので、どうぞ皆さんお手に取って広めていただけたらと思います。まだまだ知らない人もいっぱいいます。このようなごめんなさい、武器がね、防衛装備品と呼び名を変えようとも、人を殺す道具だし、一度使ってしまえば繰り返し使えない消耗品です。ね、で最高、あ、すいません。最近は閣議決定で何でも決めてしまう流れになっている様子ですが、今防衛費を倍増している場合じゃないですよね。今学校では先生の数が足りず、先生を疲れさせ、老人福祉を削り、困窮者を増やし、米農家は米を作るほど赤字になり、病院のベッドも削減すれば補助金を出すとか、牛も殺すと減らすと補助金を出すとか、もうめちゃくちゃだと思います。もう私たち主婦は B層と言われてましたけど、もう難しいことはよくわからないとか言っているレベルではなく、明らかに国民の生活を攻撃していませんか。みんなの希望を奪い、自殺者の多い国にさせているのは現政府です。政府は困窮者を増やし、格差を広げ、経済的徴兵制を進め、アメリカのように戦争がないと経済が回らない仕組みにしたいのだと思います。分散複合体の利益のために踊らされてなるものかと思います。攻撃されたらどうするんだという声がありますが、攻撃されたらおしまいだと思います。私たちは個人それぞれの時間を使って働いて、お給料をもらって、その一部を税金として納めているわけですが、それが武器となって人を殺すなんて希望も何もないと思います。私の税金は真っ当に困った人の助けに使ってほしいです。分散複合体に便宜を図る政府は一般市民にとって害悪でしかないでしょう。先日2月15日に5つの省庁と面談をしました。なぜかというと、この武器見本市に講演を出しているからです。講演を出しているということは、武器の売買にお墨付きを与えているのと同じことではないでしょうか。私たちは本質を見失わずに、足元のできることとして、千葉県の公共の場である公共の場幕張メッセで武器の売買を止めたい、千葉で DSEI ジャパンを止めることをことは 全国の良い成功例になるはずです。どうか皆さん力を貸してください。3月15日水曜日ですが、12時から幕張メッセで大抗議アピールをします。皆さん、市の承認はお断りという怒りを持ってご参加くださいますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。チラシも配っているようなので、お帰りの際にはぜひ受け取っていただければというふうに思います。一つ、メッセージが届いています。今日もですね、韓国で19日行動が取り組まれています。メッセージが来ていますので代読をいたします。平和のために戦っている日本の皆様に連帯の挨拶をお送りします。今日韓国でも日本大使館の前で19日行動を展開します。
改めて日本の平和憲法を守ることが平和のアジアを作ることであるという思いを新たにします。韓国では去る2月14日、763の市民社会宗教団体が参加した休戦70周年の、朝鮮半島平和行動が発足しました。今年は朝鮮半島での戦争反対平和実現のための集中署名運動をはじめ、さまざまな平和運動を積極的に繰り広げていく予定です。日本の皆様も平和の戦いに共に連なってくださいますようお願いいたします。また3.1独立運動の歴史を日本の市民の皆様が共に記憶をしてくださることに深く感謝します。共同の歴史認識に基づいて平和なアジアを作っていきましょう。私たちが平和を望み平和を叫べば平和への道を開かれることを確信します。2月19日日韓 和解と平和プラットフォームの事務局からのメッセージでした。それでは、行動転機に移りたいと思います。球児を壊すなのふやふやさん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、お疲れ様です。私はこの19日行動の前に実は池袋アクションとして池袋の方で大軍拡に反対、防衛費軍事費に私たちの税金を使うなということで35名の仲間たち、これは北区と豊島区と練馬区と板橋区の、メンバーが集まって作った池袋アクションという団体なんですけど、その仲間たちとともにそれから SNS で呼びかけさせていただきましたので、それを見て、参加してくださった有志の、参加者の方々と一緒に、アピール行動をしてきました。歌とスピーチとそれからプラカードを持ったりしてスタンディングアピールということで、11時から12時まで池袋の街頭でアクションを行ってきました。このような19日行動を中心に各地域でもこういう行動が多く一人でも多く取り組まれることを私たちも願っていますので、ぜひ全国でつながって足元から一緒に声を上げていきましょう。よろしくお願いします。それでは今日、当面の行動提起をさせていただきます。衆議院の予算審議が大詰めですので緊急行動というのが呼びかけられています。大軍拡大増税に反対する 2.22 緊急行動ということで、2月22日水曜日の18時半から19時30分首相官邸前ですね、こちら賛同団体も募集していますので、ぜひ賛同団体の方にも名を連ねていただければと思います。それから、なかなか終わりませんね、ロシアのウクライナ侵攻から1年経ってしまいました。ウクライナに平和を 2.24 日比谷野音集会、これはデモもあります。ロシアは即時撤退せよ、原発に手を出すな、核使用恫喝許さないということで、2月24日金曜日18時半から19時15分日比谷野外音楽堂で集会をやった後デモに出発します。こちらはさようなら原発1000万人アクションの方々と総掛かり行動実行委員会の共催で行います。で、月が変わって3月1日朝鮮独立運動104周年集会というのがございます。こちらは、2月25日の土曜日18時半に文京区民センターで総掛かり行動が協力をして集会が行われます。そして3月1日に新宿駅西口でキャンドルアクションですね、街頭に出てキャンドルアクションが3月1日の水曜日の18時半から行われます。それからですね、院内集会というのも企画されています。軍拡と改憲憲法審査会の現状ということで3月9日の木曜日16時開会、17時15分
閉会ということで、こちらはちょっと定員40名ということになってますので、早い者勝ちになってしまいますが、ぜひいらしてください。こちらは、総掛かり実行委員会の健康審査会のプロジェクトチームというところが主催をして、衆議院第一議員会館の第6会議室で行われます。そして3月19日、19日行動は、この日も、今日と同じ日曜日ですので、また午後2時から同じ場所議員会館前で行われます。よろしくお願いします。皆さん一緒に頑張り続けましょう。今日の参加者は1300人の参加者でした。これからも共に皆さんと力を合わせて、この場でもそれから地域でも様々な場所で一緒に行動していきたいと思います。よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、総掛かり行動実行委員会としては段階的にですね、コールも復活させようということになりまして、今日試験的に最後にコールを行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。会見反対、会見反対、会見発議絶対反対、軍拡反対、軍拡反対、軍事費増大絶対反対、3文書改定今すぐ撤回、命を守れ、暮らしを守れ、命を守れ、暮らしを守れ、辺野古新基地建設反対、辺野古新基地建設反対、辺野古の海を土砂で埋めるな、辺野古の海を土砂で埋めるな、入管法の改悪反対、入管法の改悪反対、人権破壊絶対反対、人権破壊絶対反対、原発推進絶対反対、原発推進絶対反対、政治とカルトの癒着を許すな、政治とカルトの癒着を許すな、戦争法は今すぐ廃止、戦争法は今すぐ廃止、憲法違反の法律いらない、憲法違反の法律いらない、岸田政権今すぐ退陣、岸田政権今すぐ退陣、政治の暴走をみんなで止めよう、政治の暴走をみんなで止めよう、憲法破壊絶対反対、憲法破壊絶対反対、憲法ではなく政治を変えよう、憲法ではなく政治を変えよう、会見反対、軍拡反対、会見反対、軍拡反対、岸田政権今すぐ退陣、今すぐ退陣、今すぐ退陣、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 
ありがとうございました。すいません、したらすいません、一つね、行動提起を忘れたものがありますので、ちょっと追加でお願いします。ごめんなさい、一番近い行動を忘れるというとんでもない間違いを犯しました。あさってウィメンズアクションがあります。18時から、すいません、笑われた、有楽町いとしやまいでやりますので、ぜひ女性の方はもちろん、女性以外の方も参加してください。街に出る機会、本当に大事だと思いますので、多くの方一緒にご協力をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。報道盛りだくさんではありますけれども、連日の戦いになります。ぜひ共に頑張っていきましょう。